サービスを行いたいかによって何について許諾を依頼するかが変わってきます。資料をデジタル化することについてなのか、それをインターネット公開もしたいのか、さらにテキスト化して全文検索をできるようにしたい、図書館内での全ページプリントアウトもできるようにしたいなど、どんなサービスを行いたいかを念頭に依頼内容を決める必要があります。そして最初はインターネット公開について許諾を取っていたけれど、やっぱりテキスト化もしたいのでもう一度許諾をしてくださいというように、同じ著作権者に何度も許諾依頼を行うことはとても手間がかかるため、将来的なサービス内容も視野に入れて許諾依頼内容を決めるのが良いかと思います。ただし許諾依頼内容が増えると許諾のハードルも高くなることになるかと思います。実際にどんな許諾依頼を行っているかなのですが、当館では許諾依頼状に回答書を同封して郵送し、許諾する、許諾しないを明記した回答書を返送していただく形をとっています。その際著作物のコピーを同封すると、著作権者、通常はご遺族の方なんですけれども、著作権者の方に具体的になって分かりやすいようです。これは著作権法30条の3、検討の過程における利用として認められる行為と判断しています。また許諾書の書式例が掲載されたサイトもありますのでご参照ください。以上、許諾依頼についてでした。でここでちょっと雑誌して、許諾ではなく著作権を譲渡してもらう場合の注意点についてお話しさせていただきます。大学の起用などや学内の広報誌に大学の先生に寄稿してもらう際などは、著作権を譲渡してもらうということも多いかと思います。その際契約書に著作権を譲渡と書いただけだと、著作権法61条2項の規定により、27条にある翻訳権・翻案権、28条にある二次的著作物の利用に関する原作著作者の権利については譲渡はされていないと推定されることになっています。なのですべての著作権を譲り受けたい場合は、契約書にすべての著作権著作権法第27条および第27条の権利を含むを譲渡するなどと記載する必要があります。またそのように記載した場合も、著作者人格権については譲渡不可のため著作者が持ち続けることになります。以上、ちょっと脱線して著作権を譲渡してもらう場合の注意点でした。では権利処理の手順に戻ります。連絡先調査を行っても連絡先が判明しなかった著作物、いわゆる誇示著作物、オーファンワークスについては文化庁長官の裁定申請を行うことになります。文化庁長官裁定というのは、公表された著作物について相当な努力を行っても著作権者を見つけられない、いわゆる誇示著作物について通常の使用料に相当する保証金を供託することで、文化庁長官が著作権者の代わりに利用の許諾を与える制度です。文化庁長官が著作権者の代わりに許諾を与えるということで、ちゃんと調べたけれど分からなかったという担保が必要となります。例えば今京大の総長でいらっしゃる山際純一先生の連絡先が分からなかったのでということで裁定申請を出しても、多分それは京大に聞いたら分かるでしょということで申請は認められないのではないかと思います。裁定については文化庁が裁定の手引きというものを出していて、詳しい手順を説明しています。また一橋大学の図書館の方が実際に裁定制度を利用した際の実践報告を書いてくださっていますので、こちらもご参照ください。
ちなみに国立国会図書館デジタルコレクションでインターネット公開している資料の著者単位での公開根拠の内訳なのですが、やはり没年や連絡先を調べるのは難しく、文化庁長官裁定制度によるものが6割を占めています。そして裁定を受けている著者のうち、没年は判明していて連絡先がわからないという著者が約 5%、 没年も不明な著者が約 95% となっています。裁定手続きの流れです。もし裁定を実際に行う場合は、まずは文化庁著作権課に事前相談をすることをお勧めします。相当な努力が何に当たるのかということも、利用したい資料種別、資料内容によって変わってくるようです。その後、相当な努力として連絡先調査などを行い、その調査内容などを添えて文化庁に申請をします。すると文化庁で申請内容の妥当性や保証金額がいくらが妥当であるかなどを審査して、 OK であれば裁定結果としていついつから利用 OK ですという通知と保証金額に関する通知が文化庁から送られてきます。その通知に記載された金額をお近くの法務局に供託金として支払うと著作物の利用が可能になります。その後文化庁に供託金を支払いましたという連絡をし、文化庁の方で裁定内容についての官報告示を行います。事前相談から含めて大体数ヶ月かかります。ちなみに文化庁著作権課には裁定制度を専任で行っている職員の方はいらっしゃらなくて、他のお仕事と兼務されているようです。特に最近は著作権に関していろいろな動きがあってお忙しいようなので、もし裁定制度をお考えの場合はなるべく早めに事前相談されることをお勧めします。なお担保金を払うことで裁定申請中から著作物が利用できる制度などもありますので、詳しくは裁定の手引きをご覧ください。裁定の手引きに掲載されている相当な努力の詳細についてご紹介します。一つ目は広く権利者情報を掲載していると認められるものとして、名簿類を調査するかウェブサイトを検索するかのどちらかが求められます。次に広く権利者情報を保有していると認められるものへの紹介として、著作権等管理事業者への紹介と著作者団体や学会などへの紹介の両方が求められます。最後に公衆に対し広く権利者情報の提供を求めるために、新聞に調査広告を掲載するか著作権情報センターのサイトに7日以上広告を掲載することが求められます。クリックのサイトに詳細な広告を載せてもいいですし、クリックのサイトには概要だけを載せて自分のサイトへのリンクを貼る方法でも OK です。以上、文化庁長官裁定申請を行う際に求められる相当な努力としての連絡先調査についてお話しさせていただきました。相当な努力を行った後は文化庁に対して裁定申請を行うことになります。具体的に提出しなくてはならない資料については著作権法施行令第8条に定められています。当館の例でお話しさせていただきます。まず1つ目、著作物の代号、2つ目、著作者名を記載します。3つ目、著作物の種類または内容、種類及び内容または対応ですが、著作物の種類は言語、
絵画、地図といったものです。内容または対応としては、著作物の所持情報と序文、後書きといった著作者の役割を記載しています。4つ目、著作物の利用方法は、当館ではサーバーに送信可能な状態で複製すること、インターネットを通じて公衆送信することを挙げています。5つ目、保証金額の算定の基礎となるべき事項として算定の根拠を記載しています。当館では電子書籍の平均単価と著作権使用料率、年間平均利用件数として、デジタルコレクションでのアクセス数、最低利用 年数から算定しています。6つ目、著作権者と連絡することができない理由として、これこれこういう調査を行ったけれど連絡先は分かりませんでしたということを記載しています。7つ目、著作物の対応を明らかにする資料として、著作物の奥付けなどのコピーを例として本1冊分だけつけています。8つ目、著作権者と連絡することができないことを署名する資料として、調査内容を申請著作物ごとに記載しています。この著者のこの著作物についてはこの名簿を調べてこの学会に紹介してといったような調査内容をリスト形式で作成しています。9つ目に公表された著作物であることを署名する資料として、著作物の刊行年などが記載されている所持情報、オパックのプリントアウトを提出しています。ちなみに当館で過去に行った裁定はこんな感じです。字が小さくて申し訳ないんですけれども、保証金額の規模感の参考にしていただけたらと思います。1著作物あたりにすると5年間の利用でだいたい百数十円程度となっています。以上、文化庁長官裁定制度についてでした。